忙しいですね、やっぱりね。相当忙しい。忙しいし、まあ、あの発熱みたいなこともね、起きたりする。自分がコントロールできないことが起きたりとかして、まあ、これは参考情報として聞いてほしいんですけれども、私、まあ、そういったものをできるだけなんか自分が望む方向で、まあ、物事が起きてほしいわけじゃないですか。なので、まあ、一つ考え方として提供します、説明します。振り子という考え方ですね。でこれはだから特にこうやりたいのに全然できないことに対して応用、活用するといいかなと思うんですけれども、ただいきなりその何十年も抱えてる悩みだったりとか、親との関係性とかだったりとか、そういった非常にヘビーなものはやっぱ同じぐらい時間がかかるので、なんかもう少し手前の手軽に取り組める改善の見込みが早そうなもの、なんか気がついたら最近こういうことがよく起きてて嫌だなみたいなことで取り組むといいかなと思います。だからこの練習とかの中でやっていくのはいいかもしれないですね。なんかうまく練習がいかないとか、暗記するのがもうどうにも苦痛で仕方がないとか何をするかっていうと、感情を見ていきます。この声大の合唱コースでもよく言ってるのが、観察っていうことを、集中と観察っていうことをよく伝えてますけれども、まあそれの応用みたいなものですね。人間の中には2人の鳥がいると言われています。一つは、観察する鳥で、もう一つは渦中、この感情に巻き込まれている渦中の鳥がいる。2匹の鳥。この鳥っていう考え方はインドの瞑想哲学の中で言われていることです。でこれは事実そうで、認知科学と、人間の特徴として言われているのが入れ子構造で考えられるってことなんですよね。何々をしてる私がを見てるみたいな、こう俯瞰することが人間できるわけで、それによって言語が生まれたっていうふうに言われてますけど、まあ、だからインドの哲学は歴史の中でもそれをすでに発見していて、瞑想の目的は特にこの観察する鳥を見つけようと、観察する鳥になろうと、まあ、ちょっと難しいですけどね。なのでだから本当に、ね、引き込まれるような引きずるような感情の時ってなかなかこれできないですけれども、なのでライトなものに物事から取り組んでほしいと思うですが、まあ、その感情を引き起こす物事があるわけですよね。でここからちょっと振り子の面白い考え方で、これが本当かどうかは別に置いといてください。こういうフレームワークで考えるとやりやすいってだけです。これが事実かどうかは正直どうでもいいことかなと思ってます。振り子という生き物がいるんですね。目に見えない。でこいつは感情を食う生き物なんですよ。だから感情が何かの出来事が起きて、その感情、特定の人間に感情が起きると、こいつは生き延びることができるんです。なので、この感情が収まると彼は困るわけですよ。そうすると、この物事を、ね、引き寄せる力がこの振り子にはある。というふうに考えるんです。そうすると何がいいかっていうと、ちょっとね、自分からその物事に対して外から俯瞰して見れるようになる。今何々振り子が起きてるんだと、ちょっと概念化できるんですよね。俯瞰しやすくなる。あと面白いのは、まあ確かにこういう感情がよく起きるときって、こういう出来事って確かによく起きるよね。まあ脳の中でアンテナが立ちますね。なのでこの感情が、で感情も一次感情と二次感情っていうのがありまして、重要なのは二次感情化させないっていうことなんですけど、まあそれぞれ説明すると、一次感情っていうのは反射的なもので、これは防ぎようがない。感情がなかったら、まあ、脳の欠損とかでね、感情がない人がたまにいますけれども、もうこれはもう生
生まれた瞬間から持ってる動物的な反射的な感情ただ問題はそれを二次炎上化させることが問題で、振り子はこの特にこの二次炎上化した感情が大好物なんですよ。一時的なものはもうしょうがないとして、二次炎上化させないためにこの観察する鳥を引っ張り出します。でそうしていくと面白いことに感情が収まっていくんですよ。ああ怒ってんな俺って思えてる時点でもその感情からちょっと半歩離れてるので感情が収まりやすい。でそうすると振り子が死んでこういった物事も起きなくなりなってくるとという考え方です。なので、なので逆、嬉しい感情であれば逆のことをやればいいだけですね。ちゃんと喜ぶことがすごく大事になります。だから感情を表さない人、嬉しいことに対しても感情を表さない人はなんかすげえつまんなそうな人生を送るわけですね。喜ぶときは喜んだ方がいい。というのが簡単なフレームワークなので、今後練習する上で何かうまくいかないこととか歌に関してとか声に関してとかあったらちょっとこのフレームワークで当てはめて考えてみてください。だいぶ効果はあります。ではウォームアップからいきましょう。ジャンプからいきましょうか。じゃあジャンプ100回いきましょう。